さあそして5番新井貴浩にチャンスが巡ってきました。昨日は先発楽天サウスポーの塩見でした。4回ツーアウトからのチャンス、ここのところ5番に打順が下がっている新井が先制タイムリーヒットを放って1点を挙げています。ちょっと今まで新井が4番でしたよね。そうですね、5月の上旬から金本が4番を打っています。その理由は何なんですか。なかなかどうでしょう、福本さんちょっとお答えいただけますか。ええところでやっぱりヒットが出ないんですよ。チャンスでかいのも出へんですよ、ね、新井がね、新井がもう打つのでこうちょっとね、まあ、簡単には4番の仕事してくれない、ちょっとね調子も崩してますからね。満塁で巡ってきた1回のチャンス、まあ、それでも矢野さん、はい、次と5番打順が変わっても矢野とこにチャンスが行くんですよね。そうですね、もうタイガースファンの方が一番そういう印象をね持たれてるんじゃないですかね、はい、今日も第1打席ワンアウト満塁で巡ってきました。これまでグランドスラムはプロ通算7本です。打点24というのはセリーグヤクルトのバレンティに続いて第2位です。昨年の打点王、現状阪神の5番、150キロが出ました今日最速。久保さんどうですか。いや今のはもっと江田さん方がいいね。厳しいボールですか。これはもう最高の男ですよね、はい、いや野村さん18歳のルーキーですよ。前が早いところへコントロールも悪くないじゃないですか。はい、困ったら原点ちゃんと原点に投げて。野村さんは右バッターの一番遠いところアウトロー低めは原点能力だとおっしゃいますよね。153キロ、また速くなりました。矢野さん魅力たっぷりですね。いやー いい投手ですね、はい、勝負になった一番のところで一番速い球を投げれるっていうのは、はい、すごい能力ですよね。夏の甲子園を経験してからまだ1年も経っていません。まあ若々しいピッチングでいいじゃないですか、はい、ね、物おじしないで堂々と胸を借りてるっていうのはね感じのピッチングしてますけど、高め151キロ、150キロオーバーのボールが3球続いています。矢野さんフォームはどんな風にご覧になりますか。いや無駄がないですし、しっかりボールにこっちた力が伝わるようなしっかりしたホームに投げてると思いますけどね。ストレート行くんなら要注意ですね。ここは要注意ですか。2球打ち損じてますからね。変化球がキャッチャー取れない、取り手に戻ってくる、タイガース追いつきました同点。150キロオーバーのボールが3球ついた。選択したボールは変化球だったでしょうか。キャッチャー大山取れません。スライダーだと思いますけど、ね、スライダーですか、はい、まっすぐ行くなら要注意だと野村克也さんおっしゃいました。2球まっすぐ狙ってまっすぐ打ち損じてるんですよね、はい、ですから修正してくる、さっきの金本選手じゃないですけど、そうでしたね、やっぱり修正してきますからね、打ち方そのものをね、タイミングの取り方とかバットの出し方とか。バッテリーミスで同点としました。なおも阪神は逆転のチャンスを作っています。セカンドショートは少し守備位置が前に来ました。ワンアウト満塁からワイルドピッチで同点です。
まあ、田中を送り出した野村監督、2007年でした。田畑を送り出した三塁側ベンチ、星野監督、今胸中ちょっとさせていただくとどんな思いでしょうかね、野村さん。ねえ、まあこのなんていうか、やっぱりこういう環境じゃなくて、雰囲気じゃなくてね、はい、もうちょっと仙台とか自分の本拠地で初登板させてやった方が良かったんじゃないかと思いますけどね。外のスライダーを追いかけました、新井三振で2アウトに変わります。まあ確かに甲子園はアウェーですからね、球が速いですから、あんな変化球にもストライクからボールのは分かりますけど、ボールからボールのスライダー手出しちゃう、はい、もう速い球振り遅れてるから、もう頭の中は 100% 速い球に備えてるから、こんなバッ